父さん、お母さん、ついにこの日が来てしまいましたね。今日までの25年間、本当にお世話になりました。うまく言えるかな。自信ないな。スミカ、時間よ。ねえスミカ、あなたは大きくなったらパパのお嫁さんになるっていつも言ってたわよね。私にも大切な人ができてね。綺麗よと私より嬉しそうにする母の笑顔、涙もろいところなんか似ちゃって、鏡越しに気持ちが溢れて、純白のウェディングドレス、幼い頃からこの日に憧れてた。わかってる、一人だったら今の私はないこと、これがいろいろと教えてね。壊して今幸せになるよ、壊して今日花嫁になるの、wow、 大好きな人を支えなさい、母に教わった優しさの意味、恋もできたよ、彼にもちゃんと好きって言えたよ、oh、 愛してるからできること、未来の家族に私が伝えてゆく。あの頃の俺はやりたいこともね、大事なのは自分のことだけ、顔合わせてぶつかり合っては、その度親父に叱られてた。何もできない悪ガキで、そのくせだから夢を探してた。何するんだお前、親に向かってお前くっ、あっ、ねえ、綺麗だね。俺たちさ、記念日にはいつもここ来てるよな、うん、ねえ、来るね。てか、手冷たくね。冷たい。貸してみ。はい。ん、休みか。ん、俺たち一緒になろうぜ。きっと母は海のよう、惜しむことなく身を削るだろう、 注いでくれる無償の愛、いつもお帰りで迎えてくれる父は太陽だよ、でかい背中を追いかけてんだよ、いつだって何かを
の姿で教えてくれてる。たった一つの家族なんだよ、たった一つの大好きな場所。涙が止まらないけど、あなたたちの子供に生まれて心からとても感謝をしています。お母さん、ついにこの日が来てしまいましたね。今日までの25年間本当にお世話になりました。思い返せば私は小さい頃からわがままで2人を困らせてばかりでしたね。私が中学生の頃、門限を破って家に帰るとお父さんが家の前で待ってて、生まれて初めて頬を叩かれた時、お母さんはあなたのためなのよってきつく抱きしめてくれたこと覚えています。お父さん、あの次の日でしたね。私が早くお家に帰ってくるように子犬を買ってきてくれたのは、お父さんはとてもしつけが厳しくて随分反抗もしましたが、社会人になってからそれがどれほど役に立ったか分かりません。お母さん、私はお母さんがいないと夜なかなか寝れない子でしたね。そして毎朝お母さんが作ってくれる美味しいご飯の香りで目が覚めて、夜遅く帰ってきてもお母さんはキッチンに立っていて、私にお帰りなさいって優しく迎えてくれましたね。スミカは結婚してもお父さんとお母さんの娘です。どうか体に気をつけて私たちのことを見守っていてください。大好きな達也さんを支えていきます。そして達也さんのお父さんお母さん、まだまだ未熟な私ですが、どうぞこれからもよろしくお願いします。